人科工業専門大学は大韓民国の専門大学。韓国1位、2川1位の専門学校、最も有名な大学だ。大韓航空産科の学校で同じ財団である人科大学校と同じ位置にある。韓国にはトップ3の専門大学があるが、1位は人科工業専門大学、2位は東洋工業専門大学、3位は明治専門大学だ。 上記3大学は4年生大学と入学レベルはほぼ同じだが、専門大学の長所を活かし、スピーディーで良い就職ができることで有名だ。韓国の専門大学の中で、外国人の入学が可能な学校の一つである以下は、2015年基準、引き下げ工業専門大学の学士学位プログラム一覧である。24の学科で構成されており、 先行進化過程を運営している都ががある。先行進化過程解説学科大官航空所属のボーイング727航空機が同じ関心財団所属の人科工業専門大学に実習用として提供された。空港から学校へ運ぶために分解された後、運ばれてから再組み立てされ、現在の学校キャンパス内で見ることができる。学校に飛行機が展示されていて不思議だ。 たまにこの飛行機が実際の機体ではなく作られた模型だと思っている人もいるが、蒸気の分断にも書いてあるように、大韓航空で実際に運営された機体である。総合10週間の巡航により航空機を他の場所に移さなければならなかったが、この時、人家高専教職員たちの独自の技術力でフレームを製作してその航空機を現在の位置に移した。 関連機自走合実習館と航空機が調和した景観が思ったより素晴らしく、人科工業短期大学キャンパスの名物だ。工学系列が有名で3点後半の単位と資格をある程度取得すれば大企業を狙える看板学科として航空機械科がある。かなり高い率欠で、ページに等級代乗り付ケを維持している。そのため、ほぼ毎年、 学校の主席入学生がこの学科から出ている。ただでさえ、機械関連学科は勉強が難しいのに、同学科に一般高校の生徒たちより相対的に簡単に入ってきた特性科高校の生徒たちは、高校生活よりはるかに多い性的ストレスと勉強量を強要される。ある程度単位を取るには覚悟しなければならない。百九十二年に新設された、 航空測量科を母体とした航空地理情報化は韓国で初めて空間情報関連の大学教育を実施した。その後、複数の4年生大学において空間情報工学科を開設しているが、その学問を扱う専門大学は唯一である。測量の基準点である水準原点がここにある。登録文化財第247号。そのため、 測量学を学ぶ人は、教材でこの学校名を見ることができる。しかし、水準原点のため、すぐ近くにある7号館と6号館の再建築は、不可能だという。水準原点の高さが変わる、可能性があるため許可が出ないようだ。最近、ロッテグループの系列会社である、ロッテアルミニウムの CEO に、同窓の金英春氏が就任してから、 学校のほぼすべての企業関連行事にその会社が含まれている。その会社の財団学校らしい錯覚を起こさせるほど、人科大学校と学校の敷地を共有する。それで、人科大学の第二寮に行くとき、人科公園を横切る場合もあったが、この問題をめぐって、人科公園の学生たちとの摩擦が若干あった。最近はあまり気にしていないようだ。 イカリー市航空科学高校もすぐ隣にある。ほとんど同じ学校レベルで区分する垣根もなく、航空高校の駐車場から階段を下れば、それは人科公園のキャンパスだ。それでバスに乗って登校する人科高専の生徒の相当数が航空高校の正門に登下校する。また、航空高校の卒業生によると、学校の給食水準に不満を抱いて、 休職申請をせず、昼食のたびに、人科高部の学食に行って、昼食を済ませてきたという。これは後に、人科大学まで伸びて、人科大学の学園祭で、航空高校の学生たちが参加する、ありふれた光景も見やすく、多くの学生たちが、人科大学や人科公園の学食で昼食をとり、両校で、航空高校の学生への出入りを禁止させたこともある。最も古い学科は、 電気情報化と機械化がある。キャンパス内には、大韓航空が実習のために寄贈した、ボーイング727機が、人家公転運動場内にある。実際、その機体は、大韓航空376便胴体、着陸事故で吹き飛ばされた機体で、事故後、運航不能の判決を受けたため、人工衛星の実習用として寄贈されたのだ。それで普段は中に入ることができない。 学校に飛行機があるなんて不思議でもあるし、周りによく飾られていて、人家公園に来ると必ず飛行機の前では写真を撮って写真を撮る人でいっぱいだ。一体この飛行機が実習用なのか写真を撮るようなのか錯覚するほど、それにもうかなり古い飛行機なので近くで見ると少し古い感じがする。ありがとうございます。